遊びにでも繰り出すかな。構わないぜ。構わないぜ。ん？政宗公は小田原へ向かうんじゃなかったのか。港に寄り道なんて一体何の用があるんだ。伊達政宗は港のどこかでポルトガル商人と密談しているようです。船の入手が目的かと。長宗我部元親たちの水軍に援軍でも送るつもりか。いいえ、伊達政宗の狙いは戦場からの無差別砲撃。まさか豊臣も北条も一度に壊滅させるつもりなのか。それで一気に天下を置か。さすがにそりゃ無謀ってもんだぜ。諌める者がいなくなった今、政宗公を止めるしかない。新たな流れが検知されました。かっこよく行こう。三つ戦う。戦には付き合う。おさふね派の僧、三つ戦が一振り、参る。政宗公に船を入手させちゃいけない。商人との密談の場を探し出すぞ。あれ、このお堂を見張っているのか。倒して中の様子を確かめないか。時間素行軍に見えるか。いかにも政宗公が密談をしていそうだな。時間素行軍は楽しく、ここにはいないよ。他の場所を当たってみようぜ。ここにも見張りの時間素行軍。倒して華麗に歩道を捜索しよう。邪魔者は片付けた。さて、政宗公は。残念、ここにはいないみたいだ。他の場所も確認してみようか。あっちに大きな船が見えるよ。政宗公が欲しがってるのはあれかな。ああ、間違いない。あんな船から砲撃されたら誰だって驚きそうだな。いいですね。いたぜ、政宗公だ。時間素行軍も一緒みたいだから。ここを嗅ぎつけた者がいるようだな。俺は引く。あとは任せるだ。待って、政宗公。あなたは本当に頼むよ。なれ合うつもりはない。浮かずに山の方が政宗公はただ時間素行軍を倒すのがせいだ。やっと
俺は勝手に行く。これでも実戦向きだね。お疲れ様。阻止できた。しかし時間阻行軍の大半がおとりだったとは。さすが政宗公、驚かせてもらったよ。かっこよく戦えたかな。今の戦いではっきりしたな。政宗公は時間阻行軍と手を組んでいる。でもまだ本人と決まったわけじゃないか。やっぱり信じられない。政宗公が家臣を無下に扱ったり、天下のために無謀な策に出たりするなんて思えないんだ。僕は僕の目で本人かどうかを見極めてみたい。待て。カラちゃん、急にどうしたんだい。ヤマンバギリ国色だ。例のそっくりさんか。ああ、俺たちの様子を伺っているようだった。へえ。ま、今はそこまで気にかけなくてもいいだろう。あちらさんは俺たちのことが気になっているようだし、なら確かめる機会はまだありそうだ。また強くなるか。お、いいね。刀剣乱舞無双、始めようか。やるか。難しいな。主のために。伊達政宗は治山することなく小田原に参陣、豊臣秀吉に恭順の意を示しました。まで建前のようですが。見せかけってことかい。それじゃ
まだ政宗公の企みは止まってないようだな。意志が強いというか、執念深いというか、いやはや。新たな流れが検知されました。伊達藤次郎政宗、要請に応じ奥州より馳せ参じました。おお、ようやく来たか。もう少し遅ければその首が飛んでいたぞ。私の首を飛ばしていては秀吉殿も大損だったでしょうな。なんじゃと。私には人ならざる力がついております。必ずや秀吉殿のお役に立ちましょう。大した自信じゃ。ならば良い働きを期待しておるぞ。酔いのままに。伊達政宗は時間差行軍による無差別攻撃を仕掛け、混乱に乗じて豊臣秀吉を撃つつもりのようです。船の次は時間走行軍か。よくもまあ次から次へと。何か言いたいんじゃないのか。願望を口にするだけじゃどうにもならないからね。この目で真相を見極めるよ。新しい驚きを期待したいよな。鶴さんの頼みなら断れないな。さあ大舞台の始まりだぜ。戦場にも驚きをもたらそう。政宗公による無差別攻撃が始まってるな。敵を倒して豊臣軍の将を救援するぞ。よっ、救援か。何者かは知らぬがありがたい。敵は時空の歪みから出現しています。付近の歪みを防ぎ安全を確保しましょう。歪みを一つ塞ぐことができた。この調子で残りの歪みも対処しよう。北条軍敗走していきます。我々と同様化け物に襲われた模様です。北条軍の敗走は生死の流れ通り、その範囲は時間差で遅い遅い。決めよう。まさに鶴の如し華麗な戦いだな。貴殿らは援軍か。やっ、そんなとこだ。さて付近の歪みを塞ぐとするか。やっ、遊ぶか。負けるわけにはいかないよな。よっ、驚きも何もないから。時空の歪みは全て防いだ。この程度で終わりだな。よっ、付近に新たな時空の歪みが現れました。
時間素行軍が流れ込んできます。カラちゃんの言った通りだ。それじゃ引き続き豊臣軍を援護しよう。まずは一つ、残りの歪みも塞ぎ打つ。この無差別攻撃、政宗公は本気らしい。どうしちまったんだかな。早いところ突き止められりゃいいんだ。同じ手ばかり。なんじゃ、突然化け物が現れたぞ。秀吉様、私の後ろに。豊臣秀吉の近くに時間素行軍が出現。急ぎ救援に向かってください。禁物だ。こいつらは俺たちに任せていいぜ。お前たちは、いや、何者でも構わん。救援が来たのだ。三成、無茶をするな。お心遣い痛み入ります。いらめっこか。これそうだ。お秀吉様のため、多少の無茶はどうかお許しを。遊ぶか。負けるわけにはいかないよな。驚きも何もないから。片付いた。誰かを守りながら戦うのは骨が折れる。さて、次はどんな驚きが待っているかな。前より強くなれたな。時間素行軍はもう来ないみたいだな。これで豊臣軍も大丈夫だ。政宗公の姿は見当たらなかった。一体どこに。お前たちか。俺の邪魔をしているのは。はっ、政宗公。何が目的かは知らないが、次また俺の邪魔をしてみろ。切り捨ててくれる。近くで見て確信が持てたよ。あの存在感、あの口ぶり。ああ、間違いようもなく。お見事。政宗殿、待ってくれ。
三成殿か。何用だ。秀吉様から伊達家への取り次ぎを命じられたのでな。急ぎ挨拶に来た次第だ。話はそれだけか。ならさっさと。時に小田原では政宗殿もその家臣たちも大活躍だったな。秀吉様が高く評価されるのもわかる。いや、実に大胆で見事な策だった。策？謙遜される必要はない。無差別攻撃と見せかけ、秀吉様の軍は家臣に守らせていたではないか。私も一時は危機に陥ったが、伊達家の家臣たちに救われた。改めて礼を。慣れ合うつもりはない。はあ、これはこれは。なんだ。いや、まさか政宗公の口から空棒と同じ言葉を聞くことになるとはと思ってな。確かに政宗公が言いそうにないセリフだね。でも真相は見極められる。彼は政宗公本人だ。主のために強くなりましたよ。では、さて始めよう。行いのおかげだな。では始めましょう。それじゃ始めようか。言えないね。得た力は忘れずちゃんと取っておきたいよね。よっ、鶴丸国長だ。俺みたいのが突然来て驚いたか。ほいほい、いただいたぜ。驚かせる手が増えたな。驚かせる手が増えたな。この強さなら敵さんも驚きだわな。驚かせる手が増えたな。驚かせる手が増えたな。驚かせる手が増えたな。
驚かせる手が増えたな。驚かせる手が増えたな。ほいほい、いただいたぜ。この力、素敵だね。技に磨きがかかったみたいだ。技に磨きがかかったみたいだ。この力、素敵だね。オーケー、使いこなしてみせるよ。技に磨きがかかったみたいだ。これでまた戦う。これで一人で戦える。わかったよ。ひとまず政宗公が別人にすげ替えられている線は消えたな。ごめんね、時間を取らせてしまって。二人の見込み通りだったみたいだ。謝罪はいらない。それよりどうする？政宗公はこれからもデタラメな歴史を作り出すだろう。向き合って説得するよ、心を戻してもらうために。説得ってそんな簡単にいくのか？家臣の忠告すら聞く耳持たずだったがな。小田原でまみえた政宗公は話をする余地はあった。自我を失っているわけじゃない。干渉を受けたことを踏まえた上でなら届けられる言葉もあると思うんだ。勝手にしろ。まあ政宗公は無事に生きてもらわにゃならんしな。よし、馬鹿正直にかけるってことで密謀に任せるぜ。ありがとう。検出されました。いよいよ豊臣秀吉は天下統一の総仕上げに入った。奥州仕置きに東北制圧に乗り出した。だが新領主に配置された豊臣家家臣木村親子、政宗公も葛西大崎の求心も反発した。そこまでは静止通りなんだけど、このままだと政宗公が一揆を主導し領地を制圧する流れになるみたいだ。ここまで来ると豊臣秀吉の怒りを買うだろうな。本当にどうしちゃったんだろう。奥州を守るどころか破滅に真っ逆さまだ。石田三成はいち早く伊達政宗の動きを察知し上洛命令を届けるために動き出していますね。当然伊達政宗もこれを読み石田三成へ時間底分をけしかけると思いますが、守りきってください。うまく伊達政宗と引き合わせられれば一気を止められるかもしれません。敵からは石田三成を守るぞ。政宗公はその後だ。ああ大丈夫、分かってるよ、カラちゃん。新たな流れが検知されました。俺一人で十分。カラボーは素直じゃないからな。
どこで死ぬかは俺が決める。政宗公が一気に加担すれば万事休す。石田三成を援護し政宗公に引き合わせる。石田三成の一行がもうここまで。政宗様に早く一騎勢に援軍を送るようお伝えせねば。三成たちの動向を探る兵士がいるみたいだ。逃がさない方が良さそうだね。北山城まで行けば米沢城はすぐそこだ。化け物どもめ、邪魔をするな。だいぶ苦戦してるみたいだ。急いで援護に向かうぞ。急ぎ山頂を目指さなければ。他にも時間阻行軍がいます。血を引き締めていこう。まだ化け物か。急がなければいけないというのに。さっさと終わらせてやる。お前たちは小田原の時話は不要だ。出せ先。てるじゃねえか、カラボー。死ね。この山道、見通しがかなり悪い。時間走行軍が襲撃するには好都合な場所ってわけだ。山頂は目前だ。化け物め、攻め、そこをどけ。悪いけど、ここで足止めされるわけにはいかない。政宗様、一騎勢援軍を送るのでしたら、どうか急がれますよ。伊達政宗が出陣を早めたようです。急ぎ、石田三成を伊達政宗に引き合わせてください。まだ一騎勢に目立った動きはないようだ。どうやら間に合ったか。最後に大物が待ち構えていたか。さっさと倒すでも借り、俺一人で十分だ。姉妹でいいな。めでたいな。お召し替えでもするかい。よし、今度こそ大丈夫だろう。皆の者、米沢城へ急ぐぞ。これは。よかった、三成の部隊は無事に政宗公のところにたどり着けたみたいだね。ああ、少なくともこれで政宗公がこの一揆を止めるきっかけに。あれは山ん切国広。カラボ、追わなくていい。今は政宗公を。いえ、あの山ん切国広を捕獲してください。なんだって。政宗公はどうする。優先順位が変わりました。準備ができ次第接続地点に転送しますよ。
これからも精進しよう。いい時間を過ごせたね。はあ、神器臭い。ため息ならよそでつける。ああごめんね、カラちゃん。ちょっとマサムレコーのことを考えてて、もしも本当に政宗公に天下への野心があったとして、それが叶っていたらどうなったんだろうって。分かっているのか。俺たちにその手のもしもはなしだ。うん、忠告ありがとう、カラちゃん。でも少しだけ気になっちゃって。派手好きなあの方のことだ。天下を取ろうものならみんなの服装にも口を出しそうだよね。目にも鮮やかな着物でめかし込む人々の姿は想像しただけで楽しいよね。くだらんな。人ごとみたいな顔してるけど、今その光景を想像してただろ。カラちゃんだってもしも世が世なら水玉模様の羽織を着させられていたかもしれないよ。それはごめんだな。では始めましょう。始めましょう。うん、よかった。では始めましょう。よし、やるぞ。いけ。まだまだ。そこだ。よし、頑張るぞ。まだまだやれます。河川さんにもっと教えてもらわないと。よし。刀剣乱舞無双開始しますよ。よし。おいおい、指示変更とはさすがに強引すぎるぞ。何なんだ一体。結局あいつは敵ってわけか。急いでください、見失ってしまいます。ここは従うしかなさそうだね。さっさと済ませるぞ。新たな流れが検知されました。敵は全て切る。カラボーは素直じゃないからな。勝手にやらせてもらう。まだそう遠くへは行ってないはずです。例の山ん場切り国広を見つけ捕獲してください。分かった。
まずはこの付近から探してみようか。はどこ行った？やれやれ、逃げ足の速いことだ。あいつを見つけられそうだが。高いね。だがここから飛び降りるってのも驚きがあって良さそうじゃないか。どけ、時間差だ。お前たちの相手をしている暇はない。さて、例のヤマンバギリ君はどこに？いたぞ、あそこだ。捕まえようぜ。逃がすか。お見事。追いかけっこだ。さすがだね、カラちゃん。いいですね。あのヤマンバギリ邦広、こっちには気づいてない。今飛び降りれば不意をつけるかもしれないね。ようやく追い詰めるぞ。おとなしく捕まってもらおうか。さあ、飯取ったてな。驚きだろう。大丈夫かい？遺体はあの者の能力です。次は惑わされませんように。あの者？姉妹でいいな。慣れ合うつもりなどない。
今になって突然捕獲命令とは何だったんだ。情報が揃いましたので、あの者がこちらが予測しているものかを確かめたかっただけです。政府は何をつかんだ。今話す必要はありません。次に見つけ次第確実に命令を遂行してください。随分と勝手だな。ま、いいじゃないか。逃がしちまったが、近づいた限りでは聞いていた通りだと思ったぜ。本気で危害を加える気があるようには見えなかった。驚かされただけってところだな。よし、気を取り直すか。改めて政宗公を追おうぜ。予想以上の力じゃないか。なあカラボ、聞いてくれよ。今朝起きたらな、俺の寝癖が鶴の形になってたんだぜ。いやー、独創的すぎて驚いた。そうか。かー、また驚かせられなかった。お前の仏頂面はもう見飽きたってのに。お前が俺をこうさせてるんだ。悪い。しかしこうも驚いてくれないとこっちも張り合いがないってもんだ。なら俺じゃなく光忠のところに行けばいい。なるほど、それだ。さすがカラボ、冴えてるな。じゃ、ちょっくら密謀に豆鉄砲を食らわせてくるぜ。では始めましょう。それじゃあ始めようか。では始めましょう。頑張ってみるよ。葛西大崎一気に戻ろうか。近之助、今の状況を教えてくれるかい。石田三成は伊達政宗の元を訪れ上洛命令を伝えられたようですね。
その地点に移動しますので直接偵察を進めてください。新たな流れが検知されました。政宗殿、どうか上洛命令を受けてくれ。頼む。この通りだ。勝手に首謀者に仕立て上げられてもな。どうやら俺にはよほど信用がないらしい。違う。信じているからこそ貴殿自身で疑いを晴らせと言っているんだ。状況は悪い。伊達の家臣が氏郷殿に密告したんだ。一騎先導を証拠づける書状もある。分かってくれるな。貴殿の口から釈明する必要があるんだ。貴殿に弁明の機会を与えるよう無理に頼んである。秀吉様にお許しをいただくまで3日はかかったが。余計な真似を。そんなことをしてお前に利があるとも思えないが。何を言う。小田原でそうだったように、貴殿と私は共に戦う同志じゃないか。一晩の宿くらいは提供してやる。明朝には消えろ。政宗殿。政宗公は上洛の命に応じる気は全くなしか。三成を止まらせたのもただの善意じゃなさそうだな。また時間疎行軍による三成暗殺を企てているんだろう。秀吉と敵対することになろうともお構いなしだな。秀吉の方から攻め込んできてくれりゃ行軍の手間が省けるとでも考えてるんだろう。やっぱり政宗公には思いとどまってもらわないと。いいえ、止めるのは石田三成です。すでに伊達政宗の元に向かっています。なんだと。密偵から政宗のよからぬ動きを耳にした石田三成は信じられず、直接本人に問いただすつもりです。両者の対面は危険だ。政宗公がそのまま手を下そうとする可能性もある。では第4部隊、石田三成を誘導し伊達政宗との接触を回避させてください。新しい驚きを期待したいよな。先陣切って空気をつかむぜ。鶴さんの頼みなら断れないな。さあ大舞台の始まりだぜ。それじゃあ驚いてもらおうか。石田三成を城の外まで誘導してやれれば政宗公との接触は回避できるだろう。西側にはびこる時間阻行軍を倒す。城門までの道を開く。化け物は倒しておいた。政宗公の部屋に行くならこっちを通る。お前たちは。なるほど、ありがたい。よっ。うめ、決めよう。よっ。すぐだ。もうすぐ政宗殿から真実を聞けるはずだ。しくじったか。このままでは石田三成が政宗公の顔で。よっ。
できてるからね。そちらが通れるようになったか。このまま石田三成が政宗公のところにたどり着いちゃうのはまずいね。を通っていく。だがそちらは。さあここから外へ。いや、私は政宗殿に会って確かめなければならないことが。やれやれ、まだ残ってやがったか。ここは俺たちに任せて早く外へ。任されたよ。一足かい。オーケー。やった。上々じゃねえか。うん。次はどんな驚きが待っているかな。楽しませてもらったぜ。三成殿を逃がしたのはお前たちか。もうやめるんだ。このままじゃ邪魔をするな。マサムネコ、今のままじゃあなたはただの孤狼だ。消えろ。周りを見てくれ。あなたを思う。どうしよう。出直そう。作戦変更だ。共に戦うか。同志じゃないか。同志か。お見事。政宗殿がしたためた本物の書状ならば、赤霊の目に針でついた穴が開いているはずか。そのような仕掛け全く気づかなかったよ。やはり貴殿に直接弁明してもらってよかった。いや、三成殿の助け舟がなければこうもあっさりとはいかなかったはずだ。礼を言う。おや、なんだ、俺が礼を言っちゃおかしいか。いや、何、私はどうも口がうまくないゆえ人に嫌われることが多いものだから。信を得られたのならよかった。才と力のある同志には嫌われたくないからな。おべっかか。何を言う。正当な評価だ。政宗殿が私の力になってくれたらな。秀吉様はこたびの件で減俸されるだろうが、私を信じて約束してくれまいか。豊臣の天下を私と共に支えてくれ。秀吉様は必ずやその働きに見合った治療を与えてくださる。本当に勝手ばかり言うな。だが考えておく。し、気づかれるぜ。政宗公が今後豊臣方につく可能性を強く示した。まずい流れじゃないのか。ああ、これは予想外だぜ。
この本丸に来られてよかったな。予想以上の力じゃないか。よーし、これからもよろしく。した三つ坊、さては新作料理でも考案中か。ああ違うんだ鶴さん、ちょっと政宗公のことを考えてて。ああ政宗公か。政宗公といえばずんだだな。え、確かに政宗公はずんだ餅を愛していたけど、僕が考えていたのはそういうことじゃ。あのざらりとした舌触りと口の中に広がる枝豆のかぐわしい風味、ああ想像するだけでたまらん。あのさ鶴さん、もしかしてお腹空いてるのかい。おお、よくわかったな。その通り、俺は今腹が減ってしょうがない。やっぱり。なあ、でも僕もなんだかずんだ餅が食べたくなってきたよ。今すぐにとはいかないけど、近いうちに作ろうかな。枝豆用意しておくね鶴さん。ああ任せたぜ三つ坊。よろずよでも見に行っておくか。これは掘り出し物だね。装備は驚きよりも信頼だな。これは思わぬ発見だ。いいね、悪くない代物だ。いいものを見つけたね。これは思わぬ発見だ。さてどうしたものかな。いいものを見つけたね。よろずよでも見に行っておくか。では始めましょう。フフフフ、始めます。着物は土まみれです。脱ぎます。では始めましょう。さて始めよう。
勝負事とあれば勝ってこそだ。己の力確かめ。大栗からだ。別に語ることはない。これでまた戦う。これでまた戦う。だからどうした。これで一人で戦える。これで一人で戦える。技に磨きがかかったみたいだ。技に磨きがかかったみたいだ。おいほい、いただいたぜ。おいほい、いただいたぜ。ではそれでいこう。新たな義士を検出しました。次の地点は関ヶ原の戦い周辺です。伊達政宗がつくのは西軍石田三成方。本来の歴史とはまるで逆です。予想は裏切らない展開だな。前の調査で兆候があった通りか。ああ、政宗公と石田三成に美しい信仰が生まれた。そりゃあよかったと言いたいところだが、石田三成はこの先豊臣政権を維持するため関ヶ原の戦いを起こす。政宗公とは別勢力。さすがに驚き続きだな。政宗公を動かす作戦が裏目に出たか。そんな、僕の責任だ。義士が検出されました。驚いた。関ヶ原の戦いより随分前の時代だな。文禄4年、5年前か。なぜここに。わずかですが生死との違いが見られましたので。第五部隊も調査した秀次事件。今回は伊達政宗が動いていますね。新たな流れが検知されました。秀次の側室候補にいとこの名前があり、伊達政宗は彼女の命を救わんとしているようです。ああ、東国一の美しさと言われた駒姫だね。本来は彼女も豊臣秀次に連座して処断された。豊臣秀吉直々の命令だ。政宗公と石田三成が動いたのも駒姫の除名にまでは至らなかったはずだけど。ですから伊達政宗は強硬手段に出ました。時間疎行軍を利用して京城に乱入すると見えます。妙だな。いくら三成の口利きがあってもそんなことすりゃ政宗公の身が危うくなるんじゃないか。
関ヶ原の戦い周辺の歴史からすれば、駒姫を救うことは不責任だ。駒姫の父親は最上義明、北の関ヶ原長谷道場の戦いで政宗公と関わるはず。となるとこれは時間素行軍の干渉結果か。ごちゃついてきたんだが、とにかく明らかな歴史改変の兆候は防いでおくか。政宗公を止めればいいんだろ。ええ、駒姫の処断を正しく執行させてください。晴れ舞台の始まりだね。光忠か、戦に付き合う。せっかくの晴れ舞台だ、かっこよく行こう。形状に行くなら必ずこの道を。気は進まないが、政宗公の足止めをする。あの木を通して道を塞げば政宗公を足止めできそうだね。だがまずは邪魔な時間差方軍を片付けた。よし、これで邪魔をされないだろう。さっきの木を倒すぞ。これならしばらくは足止めできそうだね。この調子で道を塞いでいこう。奥にまた倒せそうな木があるが、まずは手前の時間素行軍を倒してしまおうぜ。邪魔者は消えた。木を倒して道を塞ぐぞ。ここを抜ければ形状は目と鼻の先だ。待っている駒姫、お前を死なせはせぬ。もうここまで来たのか。追いつかれる前に急いで足止めしないと。よし、これですぐには進めないだろう。他にも足止めできそうなところがないか探す。崩れやすそうな崖があるな。ちょうどいい、崖崩れを起こして道を塞ぐぞ。崖に近づこうにも時間速攻軍決めよう。まずはそっちから何とかしようか。なんだこの木は。では進め。政宗公が来る前に早く先の道も塞いでおかないと。お、三つもかっこいいね。これで邪魔はされないだろう。崖を崩して道を塞いでしまおうぜ。これでこの道もすぐには通れないよ。かっこよく戦えたかな。これだけ足止めすれば時間稼ぎとしては十分だろう。修復が進みました。
これで駒姫の初段は史実通り行われるだろう。あんまり気持ちのいいもんじゃないがな。政宗公はどうしてこんな危険を冒してまでいとこを助けようとしたんだろう。まあちょっと待った、今原因を探るのはなしにしようぜ。立ち止まっている暇はない。関ヶ原の戦いまでの流れはまだ変わっていない。あ、そうだ、ごめん。興味はない。いい時間を過ごせたね。では始めましょう。好きにしろ。召し上がれ。北の関ヶ原、長谷道場の戦いの地点か。石田方の上杉軍と徳川方の最上軍の争いだな。上杉軍が最上領に侵攻を始めたばかりみたいな。一見本来の流れ通りに見えるけど。いえ、伊達政宗は上杉軍につく姿勢です。この後すぐに時間素行軍が放たれるでしょう。伊達軍がつくのは本来は叔父の最上軍のはずだ。歴史の流れはいないのか。政宗公が駒姫救出のため尽力したことにより最上義明は老いを信頼しきっていたはずだぜ。まさしく青天の霹靂ってやつだな。あっという間に勝負がつくだろう。伊達軍は北の戦いに早々に肩をつけて関ヶ原の地に参戦するつもりか。政宗公、伊達軍の動向が関ヶ原の勝敗に与える影響は大きいだろうな。歴史がひっくり返る前に食い止めるぜ。新たな流れが検知されました。敵は全て切る。神器臭い顔は良くないです。どこで死ぬかは俺が決める。長谷道場を落とさせないために拠点全てを守る。大将の最上義明に守る。敵が入り込んでいる。宝石が多くてはここに繋がる霊の道もいずれ見つかってしまうの。こうなれば敵に利用される心配はあるが。何、簡単には見つかるわい。よし、ここはひとまず大丈夫だ。他の拠点が心配だ。行くぞ。Please.
店内が敵で溢れ返った。僕らで守り抜こう。最上軍の申しを佐久延が守る拠点だけあるんだ。それを簡単に落とさせてはくれぬのだ。義明様の身に危機が迫らぬ限り、決してこの拠点を退けはせんぞ。この拠点も大丈夫そうだ。残りの拠点で確認するぞ。ここが最前線の拠点か。敵を一掃して守り抜いてやるか。攻める。こんな拠点すぐに粉砕してくれる。名だたる武将もおらぬようだからな。だからこそ決死の覚悟で戦ってるんだ。俺たちは弱いが死ぬまで弱音は吐かんぞ。上杉軍から守れたみたいだね。よかった。なぜまっすぐこちらの方に。まさか例の獣道に気づかれたのか。向こうが騒がしい。様子を見に行くぞ。よっよっよっ。お前たち、この敵は抑えて。俺は一人で戦い抜く。誰の手も借り、俺一人で十分だ。向こうの獣道を塞いできてくれないか。獣道？なんでそんなに必死に。塞がないとまずいことでもあるのか。倒したはいい。まだ敵は多そうだ。行ってるそばから敵の増援が。それも全ての拠点に同時に。うわ、なんだこいつは。誰か救援に来られる者はおらぬか。最上義明が助けを求めてるみたいだ。早速向かおうか。いや、戦況を踏まえて考えるべきだ。各拠点の兵力からしてまず助けるべきは。この拠点はなんとか。次に向かうべきか。ここまでか。そんな、最前線の拠点が落ちたなんて。救援要請は出ていなかったはずじゃ。これが私の力。もう目を離せませんね。確かに救援要請は出ていなかったはずだが、拠点の状況を入念に確認しておくか。大将の最上義明が守る。こんなに敵が入り込んでる。もう敵が多くては、ここに繋がる霊の道もいずれ見つかってしまうのか。こうなれば敵に利用される心配はあるが。何、簡単には見つかるわい。よし、ここはひとまず大丈夫だ。他の拠点が心配だ。行くぞ。拠点内が敵であふれ返ってるね。僕らで守り抜こう。最上軍の紋章を佐久延が守る拠点だけある。そう簡単に落とさせてはくれぬようだ。義明様の身に危機が迫らぬ限り、
決してこの拠点を退けはせんぞ。この拠点も大丈夫そう。残りの拠点も確認するぞ。ここが最前線の拠点か。敵を一掃して守り抜いてやるか。こんな拠点すぐに粉砕してくれる。名だたる武将もおらぬようだからな。だからこそ決死の覚悟で戦ってるんだ。俺たちは弱いが死ぬまで弱音は吐かんぞ。上杉軍から守れたみたいだね。よかった。なぜまっすぐこちらの方に。まさか例の獣道に気づかれたのか。向こうが騒がしい。様子を見に。誰の手も借り、俺一人で十分だ。お前たち、この敵は押さえておくから向こうの獣道を塞いできてくれないか。獣道？なんでそんなに必死に。塞がないとまずいことでもあるのか。倒したはいい。まだ敵は多そうだ。言ってるそばから、最上義明が。まずも義明の目的、酒延秀綱が向かったはずだ。僕らは将が不在の拠点に向かおう。全ての拠点を守れたか。これで長谷道場はしばらく持つ。あとは最上軍に任せて引き上げようか。僕らが当たるべき本体は見えているしね。修復が進みました。戦場がかき乱され続けているね。やっぱり止めるべきは政宗公だ。
この付近には政宗公の姿は見えなかったよね。関ヶ原の地にすでにいるのかな。かもな。だが次の接触があれば話し合いなんて穏便にはいかないぜ。覚悟しときな、密謀。第五部隊は黒田官兵衛の干渉を解くために黒田官兵衛本人とも刃を交えたと言った。前に見ただろ、眼帯の下のあの赤い目。政宗公本人であってもどこか正気じゃないのさ。政宗公と切り合わなくちゃならないってことか。二人はもうそれで割り切れているのか。戦である以上手は抜けない。政宗公もそう生きてきたはずだ。言葉での説得に失敗したんならもう刀を持って向かい合うだけだ。そうだろ。ああ。前より強くなれたかな。人も刀もつながり合うのはいいことだ。そうだろう。へし切り長谷部よ、俺はお前に礼が言いたい。なんだやぶから棒に。俺はお前に礼を言われる覚えなどないが。近頃本丸で塵や埃を見かけんと思ってな。その上床や柱は常に水拭きされて輝いている。聞いたところお前が余暇を清掃に当て清潔を保ってくれているそうだな。並ならぬ尽力、皆を代表して心より感謝するぞ。なんだそんなことか。俺は当然の行いをしているに過ぎない。礼は不要だ。それにお前たちのための清掃ではないからな。主か。無論だ。日々手入れをせねばすぐ傷んでしまうからな。主がお戻りになる場所を万全の状態に保ち続ける、それこそが今の俺の使命であると心得ている。つくづく見上げた忠義心だ。主もさぞ喜ぶだろうな。やってみよう。どうした？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 よかった。では始めましょう。さて始めよう。
ってこそだ。愉快愉快、はい、わかった。さあ、天下分け目の関ヶ原の戦いだ。いいねと言いたいところだが、正宗公はもうここに来ているのか。はい、やはり石田方、西軍に味方するために多数の時間素行軍と共に参戦しています。その影響で混戦ながらも西軍がやや有利、東軍を押し切るのも時間の問題かと。一切承知だ。ま、時間素行軍の大軍がいちゃ戦場はめちゃくちゃだろうな。手間取ってる間に勝敗が決まっちまう。正宗公を引っ張り出すべきだな。ミツトだ、腹はくくったか。大丈夫、戦場では迷わないよ。かっこよく行きたいからね。新たな流れが検知されました。ご指名なら期待に応えないとね。トンボ切り参る。揃って出よう。かっこよくね。これは天下無双の糧となるかもしれんな。我が力として受け取ろう。これは天下無双の糧となるかもしれんな。我が力として受け取ろう。果たすまで主を見ていてください。家康が時間素行軍に襲われてるみたいだ。助けに行こう。こんなところで破れるわけには。待って、今助けてるんだよ。片付いたはいいが、ここにいると危険か。黒田長政殿の陣はまだ無事のはず。お主ら、わしをそこまで護衛してくれぬか。わかった、その方が僕らも安心。正宗公の姿が見えない。気をつけて。はい、西軍の勢いを削り、おびき出すまでに。本来の俺らはかっこよかった。まだ伝えきれていない。僕らで変わらずあなたを止めてみせるよ。
拳で。ここより先の護衛はお任せを。どうした、近寄れんか。触れれば切れるぞ。蹴散らすまで。無存長政殿、お主は礼を言う。しかし未だ敵方が言うのだも。敵の数を減らしてくれ。西へ向かうぞ。敵が多いと思ったらこの歪みのせいか。さあ来い、俺たちが相手してやる。お前腹はちゃんと膨れてるよ。安心してよ、僕は大丈夫。余計なことは考えない。敵はだいぶ減らせたからな。西軍ルールは覆ったけど。我が軍が押され始めたのだ。さらに増援せよ、家康を狙うのだ。今なら西軍本陣に入れるみたいだ。政宗公もいるかもしれない。行ってみようぜ。政宗公はいないみたいだけど、石田三成を敗走させてこの戦を終わらせよう。そうはさせない。ここは俺が引き受ける。三成殿は下がっていろ。政宗殿、かたじけない。お前たちの相手はこの俺だ。切り捨てられる覚悟はできている。今だ。ようやくお出ましか。悪いが覚悟するのはそっちだぜ。やる。どうした、近寄れんか。触れれば切れるぞ。蹴散らすまで。何、この俺が破れるとは。なかなか手ごわかったぜ。これで歴史改変の流れは止められただろう。無人として働けただろうか。主に天下無双の名前を与えられるよう励みます。充実した時を過ごせたな。ねえ、二人とも少しだけ時間をもらってもいいかな。一体どうした。ごめん、政宗公。本来のあなたに戻ってほしいばかりに余計なことをして。おい、三つただ。言葉をかけるのはこれで最後だよ。今さら何を話す。決着はついた。三成殿と組み、天下を取る道はならなかった。思い出すものは何もないのかい。正しい歴史で本来守るべきものがあったはずだよ。あなたは誰だい。小十郎も昔似たような問いかけをした。くだらん質問よ。俺は伊達藤次郎政宗。故に
言いたいのはこういうことか。父が将来を期待し、家臣団が必死に戦ったのは欧州の未来のため。俺の志もそこにあったと。正宗か。欧州に戻る。一人で死ぬ前にまだ俺にはやるべきことがあるようだ。静止範疇に収まりましたね。上杉は陣払いを始めたようだ。最上に使者を送っておけ。はっ。関ヶ原の地で決着がついた以上、伊達家の立場は危うい。なんとか取り持たねば。まさか召し放ちを言い渡したはずの者がここにいようとはな。政宗様。俺に伴うのはもはや一人もいまいと思うていたぞ。人が良すぎるな。いえ、私は政宗様を信じていただけ、お戻り誠に嬉しゅう存じます。すべて立て直しだ。お前にも苦労をかける。すまないな。政宗公の孤狼としての物語は幕を閉じたか。西軍に味方してしまったことで運命は変わるだろうけど、きっとこの先はおおむね本来の通り歴史は流れていくだろう。だな。よし、俺たちも帰るか。俺たちが帰るべき本丸へ。皆の士気が高まった。嬉しいものだな。予想以上の力じゃないか。充実した時を過ごせたな。食大霧殿、貴殿は食材を切って見せたことからその名がついたそうだな。ああ、読んで字のごとくだね。そういうトンボ切さんの名前の由来も。そうだ、穂先に止まったトンボが両断されたことが由来。思えばこのような名の刀剣男子が本丸には多いな。確かに、僕にトンボ切さんに、ヤマンバギリ君たちに、ああ、長谷部君もそうだったかな。きっと何かを切った逸話は僕たちが思う以上に印象に残りやすいんだろうね。そうかもしれんな。我々刀剣からしてみれば何かを切るなど造作もないことだが、いや、しかし青銅の燭台を両断して見せるのは並大抵の刀にはできぬことだろう。すごいな、貴殿は。トンボ切さんもトンボが止まっただけで切れてしまうだなんて、並の切れ味じゃないよね。互いの刃を褒め合うというのはむずがゆいものだな。だが有意義な時間だ。
そうだね。日頃わざわざ褒め合わないからこそ余計に嬉しいよ。ありがとう、トンボキリさん。遊びにでも繰り出すかな。その顔はまたお説教ですか。いい加減聞き飽きました。それなら説教の内容も見当がついているのだろう。どうせまた脱ぐなというのでしょう。ちゃんと脱ぐべき時は見極めているつもりですが。ヒューガから聞いたぞ。先日畑仕事の最中急にお前が脱ぎ始めたとな。それは脱ぎ時だったからですね。畑仕事をしていると暑くなりますから。暑いからといって急に外で脱ぐんじゃない。まったく、やはり何も分かっていないではないか。ではどうしますか。また長いお説教ですか。いや、言っても分からぬなら力で示すしかあるまい。手合わせで勝ったら脱ぎ癖を直してもらうぞ。では私が勝ったらいたずらをさせてもらいます。刀剣男子に二言はありませんね。では始めましょう。頑張ってみるよ。よし、やってみよう。もう少しだったんだけど。ますますいい調子だよ。よろず屋に行く予定があったんじゃないかな。配慮いたします。使うぞ。おお、なかなか良いものだな。これでいいんだよね。第四部隊、すぐに出陣の準備を。伊達政宗に起因する騎士が検出されました。な、政宗公がまた何か動きを見せたのか。関ヶ原で野心を失ったように見えた。私にも想定外です。収束する流れと分析しましたが、新たに浮上したのが義士仙台の陣。伊達政宗が外国からの支援を受け、打倒家康のため挙兵するようです。おいおいおい、さすがに説明がつかないな。そんな兆候どこにも見当たらなかったぜ。でもこれまでも同じようなことならあったよ。ほら、駒姫を救出しておいて最上を裏切ったり、政宗公が正気じゃなかったせいだとしても辻褄が合わないなと不思議に感じていたんだ。政宗公の意思だけじゃなく別の都合が働いているということか。うん。どこまで政宗公の意思でどこまで違うのか、すごく曖昧かもしれないけどね。そういえばヤマンバギリたちから聞いていた例のはまだ出てきてないよな。虫か。黒田官兵衛と共にふざけた歴史を守っていたとかいう。それだそれ。時間素行軍とつながってるかは分からんが、何か関連してる可能性もあるな。よし、確かめてみようぜ。第四部隊の調査成功で終わらせるためにな。
騎士が検出されました。仙台の陣、生死でも噂として残っているよね。戦に帯同されてない僕には真実はわからないけど、政宗公が海外の力を借りて幕府転覆を企てている、そういう噂もありはした。ここまで大きな話にはなりようがない。明らかに違う。欧州の未来を守るって道はどこに行ったよ。まったく、政宗公にはお灸を据えてやらんといけないな。新たな流れが検知されました。まず背景として、通商による欧州発展を考えた伊達政宗は海外に外交施設を送っています。そこで諸外国の力を知り、海外からの支援を取り付ければ徳川家康を討てると見込んだのでしょう。で、今仙台城で結成されつつあるのが打倒家康の連合軍ってことか。外国から得た潤沢な軍資金で大々的に兵を募ったのかな。続々と将兵が押し寄せているね。数も多く士気も高い。この軍勢が動き出して政宗公らと合流すれば面倒だ。なら俺たちにできることは2つだな。兵を集めようと画策する人物を止めること、そして連合軍の指揮官を見極めて動きを止めることだね。主に捧げるための戦を。お相手よろしくお願いします。我が力は主のために振るう、それだけだ。まずはこれ以上兵が集まらないようにしないとな。指揮官を止めるのはその後だ。必ずやさらなる兵を集めてみせましょう。では私は城下へ行ってまいります。よし、奴が門を通る前に止めるぜ。連合軍の規模を考えると兵を集めるために動いている要人は一人じゃなさそうだね。人数も動きもいない、全部の門に注意を払う必要がありそうだ。連合軍の要人が門に接近しています。急ぎ向かってください。兵を集めねばならないのに、このままでは打倒家康などとても。よし、この調子で頑張ろうか。さあさあ、報酬は思うがままだぞ。腕に覚えのある者は仙台城に集うがいい。連合軍の要人が新たに出現。城下に到達する前に止めてください。攻め時だな。任せてください。ねえ、カルちゃん、今のマサムネ欧州のどうなっているのか。存在ずっと変わっていないのか。ほら降りるぞ。命は惜しい。打倒家康に加担しよう。少しを削る。彼らには外国からの強い支援がある。徳川家康討伐など捜査全力で行くぞ。見抜いた。
やりました。もうないことなのだ。また連合軍の要人が。急ぎ止めてください。息を合わせて。幕府伝福に賛同する。ここまで目をなす。それほど外国勢の支援は魅力的なんだろう。マサムネコ、いい結託相手を見つけたもんだ。連合軍の要人が門に接近しています。急ぎ向かってください。幕府を倒すにはまだまだ兵が足りぬというのに。ひとまず目についた要人は片付けられた。何者かが我らの妨害をしている模様。十分な兵力を集められません。我が軍の敵は私が直接排除しよう。お前もお前の役目を果たすという。あいつが連合軍の総指揮官ってわけか。どうする、このまま乗り込むか。兵を集めに向かった人たち、本当に全員止められたのかな。こいつも城下へ向かっているようだ。まさか。うちのために行こう。逃しはしない。押し切る。俺の刃は防げない。ここで邪魔されるとは。私が兵を集めろ。お城かい。そうはさせない。行くぜ、ミツボ、カモ。連合軍の結成、ここで打ち崩す。この私が負けた、だと。悪いな、連合軍の活躍なんてのは歴史の流れに合っちゃいけないんだ。敵は一掃した。行くぞ。主のために強くなりましたよ。連合軍の結成は阻止できた。政宗公が倒幕の力を手にすることはないはずだ。ああ、ここでの調査は完了だ。これは愉快。よし、これからもよろしく。では始めましょう。腕が鳴るね。わかったよ。皆様の働きに期待します。連合軍だけに気を取られてはいけません。伊達政宗はすでに徳川家康に向かって進軍を開始。しかも徳川秀忠暗殺のため
黒羽ばき組を差し向けたようです。黒羽ばき組、政宗公をお抱えの忍び集団か。演算結果を見るに、政宗公は徳川秀忠に代わり松平忠輝を将軍に押し出そうとしている。松平忠輝は徳川家康の息子だが、政宗公にとっても娘婿、組みやすい相手だろう。うん、本当に今になってあの手この手を使ってきたみたいだね。突然すぎる気もするけど、政宗公は本当にこの戦いで一気に幕府を転覆させるつもりなんだね。止めないと。ここは徳川側に味方してやるのがいいかもしれないな。うん、徳川軍は伊達軍の侵攻を止めるため阿武隈川の堤防を破壊しようとしていますね。それを助けつつ忍びの侵攻も阻止する。双方に注意です。頑張ってください。大船に乗ったつもりで任せておけ。鶴さんの頼みなら断れないな。戦場にも驚きをもたらそう。それじゃあ驚いてもらおうか。あれは徳川軍の兵が時間阻行軍に襲われている。早く助けてあげないと。大丈夫かい。加勢するよ。何やつ。いや、そんなことより化け物だ。さっさと払って堤防を壊さねば。うん、ひとまずこれで大丈夫かな。よし、今のうちに堤防を壊すぞ。皆の者急げ。黒羽ばき軍、川向こうにいる徳川秀忠のもとへ向かっている。そいつはいけないな。あいつが橋に近づく前に止めるぞ。政宗公は本気で徳川幕府を救おうと差し向けた黒羽ばき組も一人じゃないはずだ。さっきのやつは森から出てきたようだ。まだ仲間が潜んでいるかもしれない。これからどうぞ森の中を確認しないと。堤防を破壊するのには時間がかかる。まずはそっちから手助けしてやった方がいいな。よし、まずは一つ。おっと、時間阻行軍の援軍か。堤防を破壊するのを邪魔しようって。邪魔される前にさっさと通す。いや、やつで橋に近づくなら片付けろ。ほらよ、黒羽巻組発見だ。さて、橋に近づくやつには早急にお帰り願おうか。なんとか間に合ったな。ちょっと遊ぶか。負けるわけにはいかないよな。驚きも何もないからな。堤防をまた壊せたみたいだ。これで残りの堤防はあと一つ。まあそう簡単にはいかないってな。時間阻行軍ご一行のご到着だ。
お前も真面目に仕事するな。やった。いたぞ黒幅機銀だ。あとは徳川軍の兵たちが最後の堤防を壊すのを待つだけだね。なら黒羽ばき組の大将を解く。森にまだ潜んでおります。また黒羽ばき組。悪いけど足には近づかないでくれるかな。さて黒羽ばき組さんよ、ちょっとおねんねしててくれよな。いいね、この調子でいこうか。そこそこの数を片付けたが、いやねだから黒羽ばき組を一回何人差し抜けたんだ。片付いた。お、最後の堤防も破壊できたみたいだ。徳川軍の兵たちもお疲れさん。さて次はどんな驚きが待っているかな。めでたいな、お召し替えでもするかい。川が氾濫するのは時間の問題だ。これで伊達軍も黒羽ばき組も川を渡れなくなる。ここの調査は無事完了だね。おかしい。政宗公の姿がどこにも見当たらない。どういうことだろう。きっとどこかで指揮しているものと思っていたけど。新たな義士の転換点が検知されました。何？調査継続です。準備ができ次第次の地点へご案内しましょう。ますますいい調子だよ。では始めましょう。さて少々本気を出すか。うん、行くぞ。ますます腕が上がってしまったな。